ごめんください。はい。あら、順平さん、おはようございます。おはようございます。朝早くからお騒がせしてすみません。川の確認に登ってこられたのですね。はい、水位が気になりまして。お勤めご苦労様です。実は雨足が強くなりすぎて、ここから登ることも降りることもできなくなってしまいました。まあ大変でしたね。どうぞ中へお入りください。いえ、軒下を貸していただければそれで十分ですから。遠慮なさらないで、どうぞ中へ。とんでもないです。アルコル君、先週からオーストラリアだと聞いておりますから。お気遣いありがとうございます。でも今日は妹たちがちょうどいますから。私一人じゃありません。妹さんですか。はい、純平さんは会ったことありませんね。そういえば、ゆらぎ、水月、ちょっとこっち来て。はーい。ゆらぎ、水月、こちら役場の環境課にお勤めの宮崎純平さん。はじめまして、宮崎です。あ、どうぞ純平と呼んでください。ゆらぎ、どうしたの。ゆらぎ、あ、どうも。はじめまして、妹のゆらぎです。はじめまして。はじめまして、水月と申します。本日はこんな朝早くから誠にすみません。ささ、十平さん、とにかく中へお入りくださいな。よろしいんですか。大丈夫ですよ。ではお言葉に甘えてお邪魔いたします。じゃあ今回も川の氾濫はないだろうと。大丈夫だと思います。よかった。雨が降るたびに村からこちらまで登っていらっしゃるんですか。できる限りそうするようにしております。この山って線状降水帯というのが発生しやすいんですか。そのようですね。昔はこの辺でこんなことなかったんだけどな。昔ですか。あ、いえ、ごめんなさい、以前祖母から聞いたことでした。はい、そうですか。純平さんは生まれもこちらですか。いえ、私はここの人間ではございません。縁がございまして、こちらの村役場でお仕事をいたしておりますが。お姉さんの関係で昨年こちらへ移ってらっしゃったんですよね。はい。お姉様の姉は水の研究をしている変わり者でして、こちらの山を流れる川の水を研究対象にしているのでございます。私の配属先にここが与えられましたのは、どうやら姉が上に手を回したからみたいでして。とおっしゃいますと。姉は少しばかり役所の上層部に顔が利くのです。私は姉の助手兼身の回りの世話係でございますね。ズバラな姉ですので。村人たちからすると、よくやったお姉ちゃんって感じですよ。純平さん、本当にいろいろ熱心にやってくださいますからね。そう思っていただければ幸いです。実は私、姉に密かに感謝しているのでございます。感謝ですか。私、こちらの生活が大変気に入っておりますので。どうしたのゆらぎ、体調悪い。少しお休みになられては。ん、大丈夫。お疲れのところ、早朝から騒いでしまいました。そろそろ私。大丈夫、大丈夫なの。本当にもう少し雨足が弱まるまでどうぞこのままで。そうですよ純平さん、ゆらぎの虚弱体質はいつものことなんですから。都会の生活環境がどうも合わないようで。でしたら水と空気がきれいなこちらでゆっくりご静養されてはいかがです。実はそのこともあって今回こちらへ参ったのでございます。そうですか、それはよかった。しばらくこの地の清らかな水と空気の恵みをいただき生活しようと考えております。都会とここでは月とすっぽんでございますよ。確かに。私に手伝えることがありましたら何なりとお申し付けください。お気遣いありがとうございます。あ、そうだ、昨日のクイズ純平さんが作ったんだよ。世界一大量の水を汲もうとしているところはっていうあれですか。そうそう。純平さんは星座がお好きなのですか。ゆらぎさん、ひょっとして答えが。正解かどうかはわかりませんが、多分ゆらぎさんの思われている答えが正解ですよ。驚きです。ぜひその答えをアドレスに送ってください。まだ誰も答えてくれてなくて。いえ、私はそんな。
もちろん無理にとは言いませんから。星座に何か特別な思いでも？幼い頃から星を見るのが好きなのです。星を眺めておりますと、なぜか懐かしい気持ちに満たされます。そうなのですか。懐かしい気持ちに。はい。不思議に大変ノスタルジックな思いが込み上げてくるのです。このクイズの発想は、純平さんのご出身地と関係があったりします？はい。ご推察の通りです。ひょっとして、あの地のことをご存知で？ええ、まあ。へえ、よくご存知ですね。どちらかといえば、マイナーな地なのですが、ひょっとして、行かれたことがあるのですか？かなり昔のことですけど。そうでしたか。大切な思い出の地です。ゆらぎ、どうしたの？なんでもない。ゆらぎさんこそ、星座がお好きなのですか？ごく身近に感じながら生活しておりましたので。ごく身近に？それはまた、どんな環境に？それは…失礼しました。いらぬことを尋ねてしまいましたね。いえ、そんな。あら、雨足がだいぶ弱まってきましたね。あちらの空には、陽光も差し始めてきましたよ。本当に。天井から、誰かが穏やかに微笑んでいるような光ね。本当に。さて、皆さん、すっかり長居をしてしまいました。大変助かりました。あら、雨足も弱まってきましたので、本日はこれでおいとまいたします。まだよろしいじゃありませんか。ありがとうございます。でも、川の様子が気になりますので。お仕事じゃ仕方ないわね。じゃあ今度は、お姉さんといらっしゃい。ありがとうございます。